唱し、詩編103編3節から5節、詩編103編3節から5節を読みいたします。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。お差し支えのない方はご起立いただきまして、新聖歌の4番で賛美いたしましょう。まま主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈りは前方のスクリーンのほか、集報の裏にも印刷がございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく感じのものになるため、アーメン。ではご
着席ください。新聖歌172番をもって賛美いたしましょう。をもって聖書を朗読いたしましょう。新聖歌961ページ朗読文39番詩編第122編です。普通の字のところを私こちら司会者がお読みしますので、アンダーラインのところを皆様でお読みください。主の家に行こうと人々が言ったとき、私は嬉しかった。エルサレムよ、あなたの元の者らに私たちの足は立てる。エルサレム、都として建てられた町、そこにすべては結び合い、そこにすべての部族、主の部族は持っている。主の皆に感謝を捧げるのはイスラエルの定め。そこにダビデの家の王座が据えられている。エルサレムの平和を求めよ、あなたを愛する人々に平安があるように。あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの城壁のうちに平和があるように。私は言おう、私の兄弟友のために、あなたのうちに平和があるように。私は願おう、私たちの神、主の家のために、あなたに幸いがあるように。それではこの礼拝のために罪姉妹にお祈りをお願いいたします。天の父なる神様、
週の初めにあなたを礼拝し賛美することでスタートができることをありがとうございます。神様、それで1週間私たちそれぞれの場所で過ごしてきました。良い状況の中にあって心が満ち足りているものも、また逆境の中にあって沈み込んでいるものも、同時にここに集っております。その一人一人にあなたが今日ぴったりの御言葉を与えてくださることを大いに期待します。どんな御言葉がいただけるのか楽しみにここで待ち望みます。御言葉を取り付いてくださる江上先生をどうぞ足元から支えてください。小さな咳が出ているようですけれども、どうぞその咳を鎮めて御言葉を私たちに伝えてくださる器として尊く用いてください。今日この礼拝に集いたくても集えない方々がいることを覚えます。どうぞ今日その方々が神様の臨在を感じ、あなたの平安で心が満たされますようにお願いいたします。無国の中で礼拝を守る教会の礼があります。どうぞその教会の礼拝をどうぞ豊かに恵んでください、祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。では使徒信条を持って信仰を告白いたしましょう。使徒信条は前のスクリーンの他にも手法の裏にも印刷がございます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、尊教ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に行くらい三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより一人で生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。もうひとたび賛美いたしましょう。新聖歌204番でください。Thank you.
書を拝読いたします。旧約聖書列王記下5章1節から17節をお読みいたします。旧約聖書列王記下5章、新共同訳聖書586ページです。アラムの王の軍司令官ナーマンは主君に重んじられ気に入られていた。主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからである。この人は勇士であったが重い皮膚病を患っていた。アラム人がかつて部隊を編成して出動したとき、彼らはイスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れてきてナーマンの妻の召使いにしていた。少女は女主人に言った。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに。ナーマンが主君のもとに行き、イスラエルの地から来た娘がこのようなことを言っていますと伝えると、アラムの王は言った。行くがよい、私もイスラエルの王に手紙を送ろう。こうしてナーマンは銀10シェル、金6000シェケル、着替えの服10着を携えて出かけた。彼はイスラエルの王に手紙を持って行った。そこにはこうしたためられていた。今この手紙をお届けするとともに家臣ナーマンを送り、あなたに託します。彼の重い皮膚病を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと衣を裂いていった。私が人を殺したり生かしたりする神だとでも言うのか。この人は皮膚病の男を送りつけて癒せという。よく考えてみよう、彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャはイスラエルの王が衣を裂いたことを聞き、王のもとに人を使わせていった。なぜあなたは衣を裂いたりしたのですか。その男を私のところによこしてください。彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。ナーマンは数頭の馬とともに戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に立った。エリシャは使いの者をやってこう言わせた。ヨルダン川に行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。ナーマンは怒ってそこを去り、こう言った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、幹部の上で手を動かし皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの川の流れよりもダマスコの川アバナやパルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。しかし彼の家来たちが近づいてきていさめた。我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか。ナーマンは神の人の言葉通りに下っていって、ヨルダンに7度身を浸した。彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり清くなった。彼は随員全員を連れて神の人のところに引き返し、その前に来て立った。イスラエルのほか、この世界のどこにも神はおられないことが分かりました。今このしもべからの贈り物をお受け取りください。神の人は、私の仕えている主は生きておられる、私は受け取らないと辞退した。ナーマンは彼に強いて受け取らせようとしたが、彼は断った。ナーマンは言った。それならラバ2頭に追わせることができるほどの土をこのしもべにください。しもべは今後、主以外の他の神々に焼き尽くす捧げ物やその他の生贄を捧げることはしません。本日はこの箇所より、落とし前をつけると題して御言葉をお取り次ぎいただきます。皆さんおはようございます。神谷市別教会の愛する兄弟姉妹、おはようございます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆をあがめて心から主を賛美いたします。
それぞれに与えられた1週間の旅路、イエス様、あなたが共に歩んでくださって、私たち一人一人をお支えくださり、重荷を共に負ってくださり、あなたが全ての必要を満たし、悪いことから守られ、この週も無事に過ごすことができましたことを感謝いたします。この1週間の間に、辛いことや悲しいことや苦しいことや突然の出来事の中で悩み苦しんでいる方々がおられたならば、より深いイエス様の眼差しが注がれ、イエス様は強い心を持って共におられ、特に祝福しお守りくださったことを信じて感謝いたします。先週は鳥取県において地震が起こりました。暮らしを中心に本当に困難の中にある方々がおられますけれども、神様の速やかなる守りと助けがありますように導いてください。私たちは10月の第4日曜日第2礼拝として、愛する兄弟姉妹と共に心を合わせ、心を一つにして、心を注ぎ出して、私たちの救い主なるイエス様、あなたを賛美し礼拝できますことをありがとうございます。目には見えませんけれども、生きておられる主イエス様がこの礼拝の中心におられ、この礼拝を司り、あなたの豊かなご権威と権威を持って、この礼拝を始めから終わりまで豊かに祝福して導いてくださることを感謝いたします。今どうぞ一人一人にあなたご自身が御手をつけて、あなたの愛と恵みで豊かに満たし祝福してください。語るもの、本当に弱き者、小さき者ですから、イエス様、あなたの恵みの十字架の陰にこのものを全く隠してくださって、聖霊なる神様が今日開かれた神の言葉を通して、一人一人にあなたの御心をお示しくださって、お一人お一人を励ましてください。聞くお一人お一人もどうぞ信仰が与えられ、霊の目が豊かに開かれて、その御言葉をしっかりと受け止め、御言葉にしっかりと立って、この一週間もイエス様と共に力強く歩ませてくださるように、一切を御手に委ね、あなたにのみ期待し、この祈り、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。10月の第4日曜日を迎えました。3週間ぶりの講談になりますが、皆様、私の顔を覚えていらっしゃいますでしょうか。こういう顔でありました。秋らしくなってまいりましたけれども、寒暖の差が激しくて体調を崩していらっしゃる方々もおられると思います。私も全国の壮年大会、あの3連休の時から風邪をいただいたようで、咳と喉の痛みで大変苦しみましたけれども、なんとか体調が戻ってきたように思います。どうぞ風邪をひいていらっしゃる方々が癒されるようにお祈りいたします。10月の8日から10日まで大阪において持たれました全国壮年大会に出席しておりました。今を生きるキリスト者、聖歌と宣教をテーマに、教大団西宮コミュニティ教会の小平真教先生から慰めに満ちた本当に素晴らしい、ね、御言葉をいただきました。メッセージを聞きながら、格が違うなこの牧師はって思うほどの慰めの御言葉をいただきました。あんなメッセージしたいなって、そう思いました。また分科会を通して学び、それから賛美チームがすごくやっぱり素晴らしかったんですね。あの西山哲夫って、あの桃谷なざね教会の、ね、兄弟があの上手なんですけども、あの関西の賛美チームと小牧兄弟って素晴らしい器ですけども、もう本当にあの聞いてるだけで見てるだけでこう霊的に祝福されて、本当にみんなの心から賛美を捧げる、そういう賛美でした。私も分科会の発題をしたり、正解の、まあ、司会に当たったんですけども、もうここに賛美チームがいて、司会者でなんかバンバンこう来てですね、本当に聖霊様の豊かな導きをですね、あの感じることができました。北海道から沖縄に至るナザレンの信徒教職160名ですかね、皆さんとお交わりをすることができました。これからナザレン教団が和一致してきっといい方向に進むんじゃないかっていうのを感じをねいただきました。あの DVD が送られてくると思いますので、ぜひ皆さんもご覧くださったらいいかなって思います。先週16日は北千住教会の特別伝道礼拝のご用意させていただきました。この阿波大教会の3代目の牧師先生であります持田都合先生が牧会していらっしゃる
教会に行って、参りました。持田先生が、皆さんによろしくと言っておりましたので、聞いてくださいましたね。持田先生知らない方もいらっしゃると思うんですけども、知っている方には特によろしくと言われたので、よろしくお伝えしておきます。この集会のために先生ご夫妻をはじめ、信徒の兄弟姉妹が本当にチラシを作って配られて、祈り、また友達や家族を案内しておられました。普段は15名ほどの礼拝だということですけれども、その日は24名ですね。15名が大体25名になるんですから、アバダイ教会だったら150だから200何十人来たみたいな、ね、すごいそういうことだと思いますけれども、本当に新しい方もおられました。初めての方もおられましたし、久しぶりに来られた方もいらっしゃったし、かつて阿波台におられた伊予姉妹っていう姉妹も来ておられましたし、信徒の姉妹のご主人が、これご主人が礼拝に来るってなかなかですよ、ね。普段特別で、普段礼拝あるけど特別で、特別に来るんだから、まあなたも1回ぐらいって分かりませんけどね、来ておられて、交わっておられて、すごいなって、皆さんが本当に祈って備えてくださったんだと思いました。北千住教会といいますのは、心に病を持っていらっしゃる方々が中心なんですね。中心というか7、8割がそういう方で、占められているんです。ですから持田先生は大変、ご苦労されています。なんとかこの教会の核になる人が起こされて、本当にそういう人たちを支えて、本当に一緒にこう礼拝できる、そういうことを、ね、目指しているので、ぜひ祈ってくださいということでしたので、この北千住教会のために、持田先生ご夫妻のために、信徒の兄弟姉妹たちにぜひ覚えて祈っていただきたいと思います。さて、今日は落とし前をつけるという題で、今読んでいただきました列王記下の5章1節から17節を通してお話したいと思います。列王記の中で列王記下といえばといったら、この5章のナーマン将軍の癒しで大体いうぐらいに、列王記下の中では有名な聖書のお話です。アラムの王の軍司令官ナーマンという人物を紹介するのに、聖書はこのように言っています。主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからである。主がっていう主はイスラエルの神です、ね、イスラエルが信じている神様です。この主がナーマンを用いてアラムに勝利を与えられたということは、イスラエルが負けたということです。アラムとイスラエルは戦っていたわけですから、ですからイスラエルの神様がナーマンを用いてイスラエルを負けさせたって言ったらいいんでしょうか。人間同士は敵味方を作りますけれども、神様にとっては敵味方なんてないんですね。全ての人を愛しておられる。ナーマンが神に用いられたということを聖書はここで記していると思います。異教徒のナーマンを用いられたということです。だからこそイスラエルに大勝利したナーマンは主君に重んじられて、数々の功績を挙げた。ナーマンは地位もある、名誉もある、財産もある、そういうものを自分の手にすることができました。しかしイスラエルに勝利をしたナーマンであっても、病気には勝つことができなかった。聖書はこの人は勇士であったが重い皮膚病を患っていた。リビングバイブルには、彼は押しも押されもしない偉大な英雄でしたが、なんと大病にかかっていたのですと記されています。重い皮膚病というのを昔の訳では雷病となっていました。これ雷病は今ちょっと差別用語的になっているので聖書ではもう使いません。ですから重い皮膚病というふうに表現しているんですね。過去にどのような功績を挙げ、どのような勝利をもたらし、どんな素晴らしい偉大な英雄であったとしても、不治の病の前ではどうすることもできなかったということです。あれほど輝いていたナーマンの人生、ね、イスラエルに勝利をし、主君に用いられて連戦連勝、もうそういうナーマンが病気によって突然目の前がもう真っ暗になった。人生のどん底に落とされた。希望も将来も失われてしまった。どんな薬を、ね、飲んでも効かない。どんな立派な医者でも治せない。ナーマンは人生のどん底に落とされてしまった。けれども
そういう彼のどん底の人生に、この2節にね、神様はちゃんと付箋をしておられるんですね。彼らはイスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れてきて、ナーマンの妻の召使いにしていた。イスラエルの地からということですから、このナーマンがイスラエルに大勝利をしたその時ですよ。その時にイスラエルから捕虜として少女を連れてきて、ナーマンの妻の召使いにいたっていう、この少女が、この少女の存在がナーマンの病気の癒しに大きく影響するわけです。この少女は、まあ、捕虜として連れてこられたわけです。ですから彼女も、まあ、自分の境遇を嘆くこともできたと思いますし、最初は嘆いたかもしれません。どうしてこんな異国の国に連れてこられなければならないのか、このナーマン将軍の奥さんに仕えなければならないのかって最初は嘆いたかもしれませんけれども、この少女はイスラエルの神、全能の神様を信じる信仰があったんです。境遇がマイナス、 最悪になった、でも神様は必ず助けてくださる、神様は必ず導いてくださるって彼女は信じることができたんだと思うんですね。ナーマンも少女もある意味でどちらも絶望を経験しました。ナーマンは権力もある、名声もある、財もある、多くの家臣が彼に仕えていた。しかし病気の上に絶望でしかなかった。彼女は捕虜として連れてこられた屋敷の中で同じ二人がいますけれども、少女は自由を奪われた囚われ人です。そしてナーマンの妻に一生懸命に仕えるものです。無名であり、何の力も権力も権威もない、この少女、対照的な二人です。けれども少女にはイスラエルの神を信じる信仰から来る希望、喜びがあったんです。同じ絶望を経験しながらも、神を信じる者に与えられる希望と神を知らない者の絶望、これははっきりしているって聖書は語っているわけです。だから彼女の口からこういう言葉が出たんです。3節です。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに。リビングバイブルには、旦那様はサマリアにいる預言者のところへ行かれたらよろしいのに、きっとその方が雷病を癒してくださいますわって。サマリアの預言者のところに行ったら、この不治の病が、重い皮膚病が癒されるのになって言ったんです。信じて、この少女の言葉は、このもう絶望でしかなかった希望も夢もないこのナーマンの生涯に光を当てたんです。希望を与えたんです。望みを与えたんです。ですから彼女、彼は何の調査も準備もなく、その少女の言葉を信じてサマリアに行こうとするわけです。ここに神様を知っている者と知らない者との差がある。神様を知っている者は、神様を知らない人たちに力強く神様の存在を明かしすることができるということです。私たちの周りにもいろんなことで苦しんでいる人がたくさんいます。肉体的に、精神的に、あるいは経済的に、また家族の問題で、病気、自分の体のことで、また老後の問題で、そして死の問題、いろいろな事柄で、その答えを得ることができないで、悶々とただ生きているだけ、希望もなく夢もない、そういう人たちがたくさんいる。絶望を抱えながら生きている人たちが私たちの周りにはたくさんいるんです。でも私たちはその人たちに、あの少女のように明かしすることができるんです。サマリアの預言者のところに行ったら癒されます、教会に来たら解決しますよ、聖書の御言葉の中に真理はありますよ、イエス・キリストなるお方はあなたの人生を変えますよ、私たちを指し示すことができるんです。そういうものを私たちは持っているんです。だから私たちは自分には自信がないんです。イエス様にこそ解決があるので、私は解決の源であるイエス様を指し示していきたいって思うんです。ナーマンはこのサマリアに行くにあたって、
アラムの王から手紙をもらいます。アラムの王はイスラエルの王にカーシンのナーマンを送るので、重い皮膚病をどうぞ治してください、よろしくねって手紙を書きます。でもイスラエルの王様は、私がそんな病気を治すことができるのかって言って、これはもう本当に知識、戦いを仕掛けるもう無理難題を押し付けたんだって言って衣を裂いたって、それをエリシャが聞いて、エリシャはその男を私のところによこしてください、彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。ナーマンは数頭の馬と共に戦車に乗って預言者エリシャのところにやってきました。もうすごい護衛と戦車に乗って、もかつての輝かしい軍司令官そのままですよね。彼はエリシャの家の入り口に立ちます。希望を持って、やっとこの苦しみから解放される、やっとこの病気が治るって、そう期待して彼は入り口に立ちました。けれども聖書は、使いが来て、これはゲハジという使いですけどもね、エリシャの使いがやってきて、ヨルダン川に行って七度身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元に帰り、清くなります、じゃあねさようならって帰っていた。簡単なことですね、ね、簡単なことですよね。そこに流れてるヨルダン川に行って1回2回7回身を浸したら、あなたは病気が治り清くなります。はっ、それでいいですか、じゃあ行きましょうってならないんです。人間ナーマンは怒ったんです。不機嫌になったんです。なぜナーマンは怒ったんでしょう、不機嫌になったんでしょう。皆さんと一緒に11節と12節をご一緒にお読みしたいと思います。読める方は11節から。はい。ナーマンは怒ってそこを去り、こう言った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、幹部の上で手を動かし、皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバナやパルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていた。彼の怒りの理由はここにありました。顔も見せないって預言者が、ね、挨拶もしない、その態度にカチンときました。そしてヨルダン川で7回身を洗えっていうことも、そんなことならわざわざこのサマリアに来なくっても、自分の国にはアバナやパルパルというきれいな川がある、ヨルダン川って汚いんですね、きれいな川がある、 そこで浸したらいいんじゃないかって。リビングバイブルを見ると、どうしても川でなきゃ ならんというなら故郷の川であった方がまだマシだ、本当に心を表していますね、ナーマンのね。ナーマンは預言者エリシャの態度と、まあ、ゲハジを通して言わせた言葉に怒り心頭でした。まあ、私たちもね、そのような同じようなことを経験することがあると思います。風邪をひいて辛いのに病院に行ったって、長いこと待たされた、もう何時間も待たされた、やっと江上さん、ああ診察の時が来た、入ったら先生はパソコンだけ見て、自分の方も見ないで、風邪ですか、ああそうですか、じゃあこの薬出しておきますから、じゃあさよなら。なんじゃこの医者、なんじゃ医者かって、こんな病院二度と来るかってなりますよね。まあレベルは違うんですよ、まあそういう感じですよ。挨拶もしないのか預言者、まあ、エリシャもエリシャですね、来なさい言っといてね、およこしなさい言っといて出ないですから、まあ、ここまたここだけでお話できたら面白いなと思ってるんですけれども、もう長い時間待ったら待っただけその期待は大きいね。親切にもう時間をかけてちゃんとやったら納得するって、ナーマンも期待が大きかったですよ。あのサマリアの預言者のところに行けば癒される、そう少女が言ったから、そこ信じて、そしてやってきた、やっとこれでと思ったら、なんか知らないあのハゲ頭かどうか知りませんけど、ゲゲハジがやってきて、ちょちょ言うて帰っていった。何って、
ナーマンはナーマンの考えたナーマンの思いのそういう図式があったわけですよね。癒されるまでの自分の工程があったわけですね。エリシャが出てきてね、いやー遠いところよくおいでくださいましたねって、本当にお待ちしていましたよって、お疲れでしょうって、神様はあなたの病気をきっと治してくださいますって、そして診察室はないんですけども、あの別室にね連れて行って、どうぞお座りください、じゃあ祈りますよって、もううやうやしく手を挙げて、神様全能の神よって、まあ、大げさにした方がいいから、あの神様そしてどうぞこのナーマンを癒してくださいってね、体に触れて、そして主よどうぞってそして癒されるっていうのを 彼は思っていたわけです。でも自分の思いと実際は違うかった、まあ、私もあのお祈りをしますよね、時々ね、皆さんに手を置いてね、でも私には手を置いてお祈りしてくれなかったって時々思う人がいるかもしれませんね。差別とか区別してないんですけど、あの特にやっぱり大変だというと手を振って、私は大体70以上と10歳ぐらいまでの人は割と女性でも手を振れます。女性じゃないと言ってんじゃないんですよ、まあ大丈夫かな、その間の人はあまり触れない、いいですかって聞いて、いいですって言われたら頭とか肩にしますけど、まあ、皆さんが病気で祈る時に触れてください言ったらもう触れて祈りますから、まあ、そういうね、自分の思いと全然違うことだったらやっぱり腹を立てるんです。私たちは神様に祈りを捧げます。毎日のように自分の状況を祈り、自分の思いを神様に続けます。答えてほしいことを神様に熱心に祈ります。けれども状況は正反対になることもあるんです。神様、明日は運動会がありますからどうか天気にしてくださいって、次の朝になったらザーザー雨が降っているとかね、なんかもう両手が腕が痛くて仕方がないって、どうか利き手の右手を治してくださいって祈ってるのに左手が治るとかね、神様本当にお金が今必要なんですって言ってるのに、お米とか野菜とか果物ばっかり送られてくるとかね、ある、ね、そういう時私たちはそうでないことの方ばっかり考えちゃうんですね。雨が降ったとか左手とか米とか、そのある保育園のお話、キリスト教の保育園のお話ですけど、これ実際にあったんですけど、明日はもう運動会、もう延期で運動会があります、もう先生たちみんなクリスチャンですから、神様どうか明日はもう天気にしてくださいってみんな信じて祈って、明日は晴れだ、翌朝の雨が降って、もうでも園長先生はやろうってやった、こんな雨でやったらきっと父兄の人後で文句言うだろうなって、最近多いですからね、いる人いっぱい、そうするとやった、するとね、もう子供たちが泥んこの中でね、一生懸命やってる姿にもう父兄は感動して涙ポロポロ流して、ありがとうございますって、今日こういう中でやってくださって本当にありがとうございますって言われた。先生たちどう言ったと思います？雨でよかった、仮にしてくださいって祈ってるの、どういうことって神様は言いたいけど、そういうことあるね。右手を癒してくださいって祈って、左手だったら左手が癒されたことを感謝しますって祈ったらいいんじゃないですか。本当にお金が必要なんだけど、お米が与えられて、野菜が与えられて、果物が与えられて、ありがとうございます。私たちはないものの方に行ってしまうけども、与えられたものを感謝するということを忘れることが多いと思うんです。神様は全てをご存知です。もちろん私たちが願った通りに答えてくださることもありますけども、願った通りじゃなくて、なんか思い通りでなかったような結果になってくることが多いけれども、そこには意味がある。そして神様はそのことを祝福し、晴れだと祈ったのは雨でよかったと言わしめてくださる神様を私たちは信じているんです。そしてそう言わせてくださるんです。今がどのような状況にあったとしても、マイナスに見えてももうダメだと思っても、神様はその状況を変えることができる。
その状況をプラスにすることができるんです。ナーマンはもう自分の思い通りでなかったから怒っても帰ろうとしますけれども、そこに賢い家来たちがいました。我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りになさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか。リビングバイブルを見ると、あの預言者に何か難しいことをせよと言われても、そうなさるおつもりだったでしょう。それなら体を洗って清くなると言っただけのことですから、その通りになさったらどうですか。ナーマンは難しいことを言われてもやるつもりできましたよ。彼はもう本当に もうお金をすごく高いお金を請求されても彼は準備しました。銀10キカルって2400万、金6000シェケルって3億4000万です。その4億円ぐらい戻ってきた。もうべらぼうに、もう癒すためにはお金が必要です言われても、はいって、そのつもりで来たんです彼は、ね、だから難しいことをせよって言われたら癒されるためにやったはずでしょって、努力したでしょって、もう無理だと思うことでも頑張ったんじゃないですか。だったらそこの川に行って洗えと言っただけでしょ、やりましょうよ。彼は、あ、その通りだなって言ってヨルダン川に身を浸します。7回って言ったんです。どうですか皆さん、7回って7回やれって言われて1回2回やって全然成果が上がらなかった、あ、もう無理やと思いますか。徐々に癒されてきたらいいんですけど、何も変わってない。2回やってもダメだ、3回4回やってもダメだ、5回やってもあと2回しかないとか、そんなことを考えるんです私たちね。で、6回と7回、この6回と7回の間1しかないんですけど、天と地と差があるんですよ。この6と7って、6回やっても何にもなかった、あ、無理だって思いますけれども、神様は7回なんです。7回したすと全くその重い皮膚病が、あの赤ちゃんのようにプルンプルンしたって書いてある聖書、プルンプルンは書いてないけどね、子供の体のように、サラゴのようになったって。神様が7回って言った7回なんです。ヨルダン川って言ったヨルダン川なんです。いや、そんな自分の考えで3回4回ぐらいでいいんじゃないのとか、ヨルダン川、いや私の国の川の方がきれいし深いしいいよっていう、その川の問題じゃないんです。私たちはきれいからとか、あのやりやすいとか、そんなことを考えて優先しやすいんですけど、自分の考えで判断するんじゃないということなんです。自分の経験の豊かさや体験じゃないんです。神様の言われたその言葉に忠実に行うかどうかなんです。7回は7回、5回だったと5回、5回言われてる7回する必要ないんです。結婚式でね、必ず私は言います、夫は妻を愛し妻は夫に仕えるって。夫は妻を愛するんですよ。昔は可愛かったけど今はじゃないんですよ。愛するんですよ。年がいっても崩れて失礼、元にも崩れないんですけど、あのどうなってもね、愛するっていうのは神様のこと、条件付きじゃないんです。妻は夫に仕えるんです。給料をたくさん稼ぐから使えるとか、自分の言ったも何でも買ってくれるから使うじゃない、条件ないんです。使えるんです。夫は妻を愛し妻は夫に使えることによって家庭が祝福されると聖書は約束しているんです。御言葉の通りなんです。もし夫婦の間に問題があったら、この原点に帰ってくださったらいいと思います。私たちは自分の都合のいいように自分勝手に従おうとしていることはないでしょうかね。神様の言葉を自分の物差しで自分の考えでこう理解しているということはないでしょうか。ナーマンは預言者エリシャの態度がどうであれ、もう態度が悪い、ね、出てこなかった、挨拶もしなかった、どうであれ癒し方が全然自分の思いとは違うかった、どうであれ自分の感情がもうどうであれ、誓いを通して語られた、ヨルダン川に行って七度身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元に戻り清くなりますという、その言葉の通りにとにかくやったわけです。そうしたら癒されたんです。
これが神様の御業の鉄則です。御言葉に語られたことに忠実に従って行うかどうか、これしかないんです。差し引いちゃいかんのです。加えてもいかんのです。私たちは神様の言葉を差し引いたり付け加えたりするんじゃなくて、聖書で語られた、聖書で示された言葉に忠実に従っていきたいと思うんです。黙示録にもこの言葉に付け加えるものは、この言葉を差し引くものは裁くって言っていますよね。今日の説教題は落とし前をつけるという題です。ちょっと物騒な題です。落とし前をつけるっていうのはあんまり使えませんよね。落とし前をつけるっていうのは、もともとの意味はお店で客と折り合いをつけるために適当なところまで値段を落とすという意味なんですね。落とし前、ちょっと高いじゃないの、もうこう交渉して、じゃあもうここまで、もうギリギリここまで、じゃあここに持ってけ泥棒じゃないけど、それも、またそれ、またはそれから進んで揉め事などの中に立って話をつける。でもう一つ意味がある。それは失礼や無礼の後始末って、自らの責任を取るとか不祥事の後始末をするという意味があるんですね。私は今回このナーマンの激怒して、そして出て行って癒されて、この帰ってきますね。このナーマンの態度に、落とし前をつけるという、そういうような意味があるかななんて思いながら考えていたので、この題にしたんですね。ナーマンは癒された後、その癒しに心から感謝したと思います。本当に、腹立てたけど言う通りだったなって、本当にこんな怒って帰ってしまうようなものだったのに、癒されたって、預言者エリシャの言葉、神様の言葉に従って祝福を体験したんです。だからエリシャの言葉にカチンときて、態度にカチンときて、腹を立てて帰った、自分の失礼を無礼を後悔したはずです。だからきっと聖書には書いてないけど、書いて詫びたんじゃないですか。すいませんでしたって、腹を立てましたって、ごめんなさいって。でも本当にあなたの言う通りにしたら癒されました。そして彼は言いますね、イスラエルの神以外に本当の神はないっていうことが分かりましたって、落とし前つけたんですよ。自分のそういうひどい態度や、そういう反省して本当に感謝をしたんです。ナーマンはこの自分の重い皮膚病、長い間苦しんできた病が、川に入ったぐらいで、川で7回身を浸したぐらいで、そんな治るかっていう思いがあったかもしれませんね。怒りの一つには、こんな苦しんできた、どんな薬も効かない、どんな医者も治せない、そんなこんな病が川に入ったぐらいで治せるはずがないって言ったんです。でも川に入って7回身浸したら治ったんです。そんなことぐらいでっていうことを神様はなさるんです。聖書はイエス様の十字架と復活が自分の罪であると信じるならば救われると語ります。神様が私の罪のために十字架にかかって裁かれた、死んでくださった、死んだだけで蘇ってくださった、そのことを信じたら救われるって。でもそんなことぐらいで救われるんですかって、皆さんクリスチャンになる前に思ったことないですか。そんな信じたぐらいで私の長年の罪が許されるんですか。大変な罪を犯してきましたよ。これが許されるんですか、信じただけで。永遠の命が与えるなんて、そんな虫のいい話ないですよ。眉唾者ですよ、怪しいですよって思われる内容です。本当に信じたら救われる。この嘘のような話、私と人間の罪のために神であるお方がこの地上に来て、私の代わりに十字架に貼り付けになって尊い血を流し、命を裂いてくださった、死をもって私たちを救ってくださった、死んだけど蘇って生きておられ永遠に命を導いてくださる、嘘のような話ですけど本当ですよ。ここにいるクリスチャンの人はその嘘のような話を信じて救われて、罪許されて、魂が救われて、永遠の命をしっかり希望を持っているわけです。パウロが言っているように、この復活が嘘だったら私はもう詐欺師だよって。もうここに来てこうやってもう日曜日の時間を捧げているみんなもバカバカしいですよって。嘘だったら、でも真実なんです。
イエス・キリストを信じることによって、だから本当にまだイエス様を受け入れてない方がいたとするならば、嘘のような話だけど真実なんです。ナーマンがそんなことぐらいでって思ったけど、本当に言葉に従ってやったら癒されたように、イエス様の罪があることを認めて、この罪のためにイエス様が十字架にかかって死んで蘇ってくださったことを本当の私のためであると感謝し受け入れなら、もうあなたは救われるんだ、聖書が宣言している。素晴らしい恵みなんですね。そのことをぜひ体験していただきたいと思うんです。この少女がナーマンを救いましたね。この少女の一言がナーマンに希望を与えました。神様を知らない、イエス様を知らない人はこの日本の国には 99% いると言われています。私たちの周りにも苦しんでいる人がいるんです。光を求めている人がいるんです。あの少女のようにご主人さんがサマリアの預言者のところに行ったら癒されるのに、聖書を読んだらきっと光が与えられますよって、教会に行ったら神様あなたを歓迎してあなたを変えてくださいますよ、神様信じたらあなたの人生変わるんですよ。福音っていうのはあなたの人生に素晴らしい御業が起こるということです。マイナスがプラスになるということです。こんな汚いものが尊い存在とされるということです。私たちの終わりは初めよりも素晴らしいものに変える、これが福音なんです。これがイエス・キリストが語っている、私たちはそれを信じているのです。そして私たちはもちろん信じても困難や戦いはありますけれども、このイエス様に解決できないことはないんです。ですから私はこの方と共に、この方を信じていくとともに、この方を指し示したいと思うんですね。これからもクリスマスの練習です。聖歌隊クリスマス、この世界、この1年で一番の宣教の時です。どうぞ私たちはクリスマス教会を入れって、クリスマスは教会でしょうって、イエス様あなたを待ってますって、私たちのそのたった一言が困難と苦しみの中にある人に光を与え、救いを与え、死に怯えている人たちに永遠の命の恵みを与えることができる、私たちはそのような恵みが祈られています。この週も私たちはいろんな課題や問題があるかもしれませんし、苦しみがあるかもしれません。でも大丈夫だって、私のために命を捧げるほど尊い血を流すほど命を持ってあがなってくださったイエス様があなたと共におられる、この方と共に私たちは一週間歩み、御言葉にしっかりと立って、この素晴らしい恵みを一人でも、来るか来ないか、信じる信じないはその人の問題です。語るか紹介するかどうかなんです。私は少女のようにその言葉が人を生かすんだということを聖書は語っていますので、御言葉をしっかり握って、御言葉にしっかり立って、この週も歩ませていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちは神様あなたに毎日祈りを捧げます。答えてほしいことを祈りますけれども、思い通りにならないこともたくさんあります。そんな時本当にがっかりします。辛いと思います。投げやりになります。でも神様は私たちの思い通りにならない結果を通して私たちにハレルヤと言わしめることのできるお方です。晴れにしてくださいと祈っていた先生たちは、雨でよかった、そのようにみんなが言いました。これは事実です。私たちは私の願い通りになることを願いますけれども、そうならなかった時にも神様の働きは、神様の思いは私たちのことをよくご存知であって、最善であることを信じて、この方を信頼して、この方を信じて歩ましてください。困難の戦いの中にある兄弟姉妹たちの上に神様の支えがあるように、イエス様を信じることがどんなに素晴らしいことか、あの捕虜にされた少女も環境が違い苦しい中で、この神様を信じる信仰によって支えられ、ナーマンにあのように紹介をすることができました。どうぞ私たちもこの日本の中で神様を知らないで絶望の中に生きている人たちがたくさんいることを思います。どうぞ私たちを用いて、その人たちにイエス様の証をさせてください。どうぞ教会に、聖書に、イエス様に解決がある、私そのことを信じて
私たちに解決はなくてもイエス様に解決ありますから、そのことを私たちが紹介できるように私たちの信仰を強めてください。どうぞ鳥取での地震の中にあって困難がある方たち、また熊本やもう本当に東北や地震が続いておりますけれども、どうぞ困難の中にある方たちを助けてください。私たちも私のできること、祈ることと捧げることをさせてくださるように導いてください。これから持たれます午後からの聖書の学び、また第3礼拝、今週持たれる全ての集会、神様がどうぞ一つ一つを祝福してください。お一人お一人の明日からの働き、学び、生活の中にイエス様が共にいてくださって、どうぞ安心してこのお方と共にこの週を過ごすことができるように一人一人を支え祝福してください。いろんな事情やお仕事や弱さのためにこの礼拝においでいただいた方々がそのところで主を見上げて主を信じることができたことを信じます。こうして時間と財を捧げて礼拝を守るためにずっとおられる、見舞いにおられる一人一人を主が覚えて豊かに恵み祝福をお与えくださるように、この時を心から感謝し、尊き主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではもうひとたび賛美いたしましょう。新聖歌の248番です。Thank you.
捧げ物の時を持ちたいと思います。献金のご奉仕を加藤志生姉妹、野村姉妹、そして厚美姉妹お願いします。それでは新聖歌63番をもって主を称栄いたしましょう。称栄我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい御交わりが我ら一同と共に今も後も限りなくあらんこと。アメン。それでは、主報の報告の欄それぞれご覧ください。また本日新しくおいでになった方があります。ご紹介させてください。